マカジキは、スズキメマカジキ科に分類される魚の一種。水色の横縞模様が特徴的なカジキの一種で、日本近海を含むインド太平洋の段階域に分布する。食用にもなる。テトラッペチャース属に入れられていたが、現在は、西マカジキと共にマカジキ属を形成する。学名テトラッペチャースオーナックスはシノニムだが、こちらで掲載された文献も多い。 日本での地方名は、オカジキナイランボウナイラギ、オイラギナイラゲハイオなどがある。制魚は全長3メートル、体重100キログラムを超える。上あごは細長く、前方に伸び、尖った糞を構成する。背中は濃い藍色で、体側に鮮やかな水色の横縞模様が十数本走る。体型は前後に細長く、側平たしていて、体表は細かい鱗に覆われる。 1> 第1背びれは前後に長いが、前方は釜状に発達し太鼓よりも高くなる。腹筋は3本の軟状が癒着し、紐状に伸びる。黒カジキに似るが、第1背びれ全端が対抗より高いこと、黒カジキより鱗が細かいこと、体が白っぽく平たいこと、糞が長いことなどで区別する。インド太平洋の熱帯、温帯海域に広く分布する。 日本近海では、北海道、朝鮮半島以南で見られるが、太平洋側に多く、日本海では少ない。単独か、数尾ほどの小さな群れで、外洋表層を回遊する。尾ひれの上半分を水面に出して泳ぎ、水面上に跳ねることもある。食性は肉食性で、トビウオ、アジ、サバなどの魚や、イカ類を捕食する。夏から秋にかけて産卵する。 マグロハエナは、ツキンボウ、ヒキナワなどで漁獲される。肉は赤身で、油の乗りも良く、日本では、カジキ類の中で最高級品として位置づけられる。また、冷凍しても品質が落ちにくい。刺身、寿司、フライ、ムニエルなどに利用される。食料として見た場合、マカジキの体内に含まれる、微量の水銀に注意する必要がある。厚生労働省は、 マカジキを妊婦が接触量を注意すべき魚介類の一つとして挙げており、2005年11月2日の発表では、1回に食べる量を約 80g とした場合、マカジキの接触は週に2回までを目安としている。ありがとうございます。